打順は1番に帰ります。バッター吉川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。中村、まずは先頭バッターを打ち取っています。高めのボール、打球はライトへ、飛距離はありますが守備範囲内か、ライト掴んで2アウト。先ほども打席ライトフライの1番吉川、まずは先頭の戸郷を打ち取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの戸郷、そしてスワローズが中村、この2人の投げ合いとなっています。バッティングカウントになりました。ここからはバッターも積極的に出てきます。ストライク、見逃しました。打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。二塁へ送球、タッチして、これは8回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。吉川がバッターボックスに入ります。はい、前の打席ではね、芯でボールを捉えましたよね。はい、はい、安定した良いスイングができてますからね、ここも期待できますよね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて、ソロホームランが出ました。1点返しました、ジャイアンツ。追い込まれてからのストレート、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。ジャイアンツが追い上げます。5対1、見事な一発が飛び出しました。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。ツーストライク、追い込まれてからのというところでしたが、いかがでしょう。いや、追い込まれてからの集中力みたいなものがありましたよね。そうですね、ここで得点が入りました。見事起用に応えました。ツーアウトランナー二塁。さあ、ジャイアンツ得点圏にランナーを置いています。まあ、ここで得点できればまた雰囲気も変わってきますよね。そうですよね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには吉川が入っています。よくボールが見えてますよね。はい、変化球わずかに外れてボール、ファウルです。ジャストミート、ぐんぐん伸びる、大きな当たりが外野を襲っている。右中間、真ん中破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。吉川、逆襲のタイムリーヒット、5対2になりました。その差は3点になりました。吉川に貴重なタイムリーが飛び出しました。大事な場面でライトへのツーベースヒット、ジャイアンツが点差を縮めています。はい、まあ、打者有利なカウントを作ってね、冷静にね、ストライクを取りに来るボールをしっかり弾き返しましたよね。ここで得点が入りました。